話す場。ついにこのファンも 4.5 周年ですか。非常に感慨深いですね。ええ、こうして目を閉じると数々の思い出がまぶたの裏に浮かぶわ。ギュッとまとめると、アクアは大抵シュワシュワ飲んでて、メグミンは爆裂魔法を打ってただけだろ。人をごくつぶしみたいに言うのはやめてほしいんですけど。私だってバイトしたり内職したり頑張ってたんですけど。全くです。我が爆裂魔法のおかげでどれほどのピンチを切り抜けてきたか忘れたとは言わせませんよ。そうだぞカズマ、アクアもメグミンもこれまで共に冒険をしてきた仲間だ。たとえ先ほど言ったことが真実だとしても、言い方というものがあるだろう。いや、お前も大概って。ちょっと待て、なんだその格好は。あら、ダークネスったら禁断生道具を使っちゃったのね。でもいいと思うわ、ダークな雰囲気で素敵じゃない。はー、確かにコウマ族の金銭に触れるかっこよさがあります。それは嬉しいな。だが残念ながらこの装備にはとんでもない副作用が。はいはい、どうせ獣型モンスターを引き寄せるとかそういう迷惑なやつなんだろ。クエストの時に着るんじゃないぞ。いや待ってくれ、ここは詳しく。まあまあダクネス、今日はおめでたい記念日なんだから、まずは乾杯しましょう。みんなグラスは持ってるかしら。その前にやることがあるだろ。みんなへの感謝を伝えないと。確かに、ここまで来れたのは我が爆裂魔法とみんなの応援があってこそですからね。ああ、これからもよろしく頼む。この素晴らしい 4.5 周年に祝福を。このスバ